はい、こんにちは、こまりです。今回もポケモン対戦やっていきます。で、今回ね、使っていくのがポリオン2とガラガラですね。前回とか結構前にガラガラとドラミドロをトリパで使ったんですけど、その時のトリックルームね、指導要員がポリ2と見せかけてのイエスさん、トリックルームイエスさんでワイドフォースしながら負荷をかけていくっていう構築使ったんですけど、今回はね、ポリオン2とガラガラの相性がいいよってことをね、はい、みんなに、まあ知ってると思うんですけど、まあこいつらをね、使って今日はやっていきたいかなと思います。で、これはこれでめんどくさいんですけど、アシュレーンとかでいいんじゃない？うん、アシュレーン大体見れるくね？わからんけど。見れる気がするんですけど、アシュレーン、メガネアシュレーンなんでね、今回。はい、メガネアシュレーンなんで、まあ大体ゴリゴリ削っていきますし、まあ、初手の、あいつがめんどくさいか、初手の、ナットレがめんどくさいんですけど、まあ、ナットレできたらポリツ下げてガラガラとかで、これでいいんじゃないかな。初手アシレーヌで荒らして、まあ、パッチゴンでもいいんですけど、初手オーロンゲだった場合、まあ、高校の尻尾トリックとかで変なことされるのが一番嫌なんで、あとソウルクラッシュもね、馬鹿になれないダメージ食らうんで、今回はこれでやっていきたいかなと思います。じゃあ、これでやっていきます。対戦よろしくお願いします。はい、これでいきます。ラプラスがちょっと重いかな、この、こう、戦質だと。ラプラスがちょっと重い気がするんですけど、まあ、どうにかしていきたいかなって感じ。まあ、ポリ2で見つつ、ポリ2で削りつつ、って感じかな。ポリ2で削りつつ、ガラガラ展開っていうのが一番いいかな。まあね、今回トリックルームするんですけど、ターン枯らされるのが一番嫌っすね。ターン枯らされるっていう心配が一個あるんで、それだけ警戒したい。で、アシレーヌ対エースバーン、これ何引いてくる、突っ張ってくるよね、これ。多分突っ張ってくるんですけど、メガネハイドルポンプなら裏のポケモンにも負荷かかるんで、ここはメガネハイドルポンプでいいかなっていうことで、メガネハイドルポンプ打っていきましょう。で、エースバーンにも負荷かかる。タイプね、変わったとしても、まあ、メガネハイドルポンプで、ダメージ的に、あ、オッケー、リベロ。ここどうしようかな。引いてもいいけど、まあまあまあいいでしょう。ここはとりあえずハイドロポンプ打っちゃって、まあハイドロポンプ連打しかできないんですけど、ここ吹雪打てるな、吹雪打ちたいよな。まあハイドロポンプ連打でいっか。エース番ごとき削っていけるはずなんで、飛び跳ねる。どんぐらい入るんだろう。あー、激流圏内入ってない。ハイドロポンプ当ててくれる。これ飛ばしてくれるよね、多分。タイプ1ハイドロポンプメガネですからね。あ、タスキか。タスキですか。まあまあ、いいでしょう。ここはハイドロポンプ連打でいいや。ハイドロポンプでいいや。ハイドロポンプ。相手の裏に引かせたくない。エースバーンは、ここ何打ってくるんだろう。まあ、飛び跳ねる連打か。キモ。キモいなぁ。まあ、吹雪打つよりかマシか。ここでアシュレーヌ死んじゃってもいいけど、まあ、エースバーン持ってってくれたらそんだけでアドなんでね。あ、でもこれさぁ、あ、外した。こっちも外すんじゃね？ちょっと外したくないよ。ハイドロポンプ当ててくれた。オッケー。命中安定なんでね、ハイドロポンプは。命中実質100なんで、死者誤入したら100なんでね。50以上の技は死者誤入したら命中100なんで、実質100っすね。なので、まあ私のハイドロポンプは外れないと。相手のエースバーンはね、ちょっと不器用だったんで外しちゃったみたいなんですけど、これ誰だ？あー、リザか。リザか。これダイマックス切るか？いや、足で取っとくか、これ。いや、足で取っちゃダメ。これ多分、草飛んでくると思うんで、ここは大草受けつつやっていくつもりで、こっちがダイマックス切ったら、相手のリザードン死んじゃう可能性あるんで、まあ、ここは多分ね、大草打ってくると思いますよ、大草。大草原打ってくると思うけん、ここはとりあえず切ってポリ2に繋ぎましょうか。ポリ2に繋いで、ポリ2で、ダイマックス切るか。トリックルーム貼って、でガラガラ出しての方がいいよね。オッケー。大草、まあ、大草までは呼んどった。大草が来るのは分かってたんでよくて、アシレーヌはまあさすがに耐えれないんでね。ダイマックスしても弾だったら耐えないんで、まあここはダイマックス切らずに戦ったって感じですね。弾じゃなかったらダイマックス切ってもよかったけど、あ、弾じゃないっぽいな、相手。弾じゃないんかな。あ、弾は耐えれないんで、OK ですね。で、ここはポリツ出します。で、ポリツ出して、あ、これ D に振っとけばな、まあ耐えれることもあったんですけど、これ D 振ってなかったら耐えれんのかな、リザードンの攻撃って。これ A が上がりますね、リザードン。A が上がっちゃうんで、まあそこは強くないんですけど、ここはトリックルームを意地でも張らないとやばいんで、トリックルームを張りに行きます。トリックルーム張ってトライアタック、耐えれるんかな、そもそも巨大極限って。そこがちょっと難点っちゃ難点っていうか、普通に受かるかどうか分かんないんですけど、まあどっちにしろか。まあ D はね95族なんで B よりちょっとだけ高いで、 HP D に全然振ってない、 B にも振ってない巨大極限、いやこれ死ぬか。溜まって、あ、全然受かるやん。強いじゃん君。
君強いじゃん君強いじゃん。で、ここで、まあ、トリックルーム貼って、で、まあ、トライアタックリンダかな。トライアタックで負荷をかけていきましょう。巨大極限のおかげで、まあ、うん、なんとかなる。なんとかなる。なんとかできるはず。で、ここは、とりあえずトライアタック打っていきましょう。相手これ、大ウォール持っとんかな。大ウォール持っとんは大ウォール打ってきそうな感じではあるけどね。あ、トライアタックで、大ウォールではなかったみたい。何も引かない極炎連打。で、最後ガラガラなんで、ガラガラってポケモンは炎タイプ入ってるんで、巨大極炎のね、追加ダメージって食らわないんですよ。はい、そこが優秀なんで、今回これは、とりあえずガラガラ出しましょうか。ガラガラ出して、これさ、ポルターガイス外したら負けるんですよね。ポルターガイス当ててくれないと結構しんどくて、で、これ、研磨積むかどうかなんですよ。研磨積む必要があるかどうかで、研磨積む必要があるポケモンが相手にいたかどうかって考えたら、ナットか、ナットだった場合はいらないわ。フレアドライブあるんで大丈夫。ここは大フォロー打っていきましょうか。ポルターガイス外す可能性あるんで怖いんで、ここは大フォロー打っていった方がいい。で、もしナットレだった場合は、大フォロープラス大バーンとかで突破できる気がするし、いや、大バーン大バーンでいっか。大フォローわざわざ打つ必要もない。わざわざ相手にボディ、鉄壁を打たせる余裕を作る必要もないんで、まあ、とりあえずガラガラでダイマックス切ってやっていくと。オッケー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 。いやー、今回なんか相性補完がいいって話をしたかったんですけど、相性補完は別によろしくなかったよね。まあまあまあ、でもとりあえずトリル展開決まったんでよかったっすね。あれね、ポリゴン2って耐久結構ありすぎてね、全然死なないんですよね。あいつ全然死ななくて、ダウンロードで映画上がっちゃった時に全然倒さす、ん?殺してもらえなくて、なんかトリックルームが終わっちゃうとかそういうことがあったんで、そういうのだけはなんとか、オッケーオッケー、ナットレイ。ここはまあ、大バーン打って、で、大バーン大バーンで倒しましょうか。さすがにナットで大バーン大バーンで落ちるはずなんで。HB? いや、これナットが上から動いてくるはずなんで、鉄壁ナット、オッケーオッケー。鉄壁に泉やったら死ぬんかな?よくわかんないですね。でもボディープレスこいつには入らないんで。で、しかもだ、これ、何やったっけ?大マターンじゃなくて、あ、強急所かな、これ。あ、吸収じゃなくて倒せるんや。あ、そうなんや。こいつ、強いな。あ、剣舞積むか迷ったんですけど、剣舞積まなくてよかったっすね。はい。ということで、対戦ありがとうございました。やった。なんか、勝ったわ。余裕で勝ったわ。はい。やっぱ強いわ。はい。ポリゴン2がやっぱ強かったよね。トライアタックのダメージも結構ありましたし、映画上がったっつっても。はい。ということで、2戦目やっていきたいと思います。はい、2戦目やっていきたいと思います。2戦目の相手はちょっとめんどくさいかな。ウィンディーっていうポケモンがちょっとだけめんどくさいんですよね。ウィンディーめんどくさいんですけど、あと、キッス、いや、キッスは勝てるか。まあ、キッスはなんとかできて、まあ、ミトムがめんどくさいんかな、これだと。ミトムとかめんどくさいんで、そこら辺見れそうなポケモンって言ったら、やっぱり、エースバーンとかになるんかな?いや、これさ、ポリゼット出したいんですけど、ポリゼット刺さってない。うん、ポリゼット刺さってる気がするんですよね。ウーラオス初手来たらめんどくさいんで、ウーラオス倒すための、こいつこいつこいつとか、やっぱアシレン強えな。うん、いつもマリレリ使ってるんですけど、タスキカウンターでやられることが多かったんで、今回はこういう感じで採用してて、ガラガラがね、一応飛来神とかパッチラゴンがいるんで、電気タイプのはずあんまりウーラオス打ちにくいかなーっていうことで、まあ大草原じゃないけど、なんか抜群取ってくる技持ってた気はするんですけど、ウーラオスってポケモン。ダイヤシットかな?ダイヤシットとかなんかあったんですけど、まあそういうのも、まあなんとなく受け流せるんじゃないかなっていうことで、今回こんな感じの採用。ウィンディーはポリツーに任せるか。ウィンディーポリツーに任せて、ポリゼットどうしようかな。ポリゼットの通りクソいんやけど、ポリゼット出したいんですけど、ダメかなこれ。ポリゼット出して、待った待った待った。これさ、初手ポリゼットとかから入っちゃダメかな。ウーラオス、いや、ウーラオスメタったらやっぱこうなるわ。うん、これこれこれでいきます。これでいきます。対戦よろしくお願いします。一応ウィンディーは、バークアウトなかったら、ガラガラに打点ないんで、1剣舞して殴っていけるんで、A プラス1で、ね、戦うことができて、いや、ミトムおめえな、これだと。この選出、ミトムクソ重いんですけど。Z やっぱ出すべきやったな。なんか、今回さ、これ確定選出っていう私、名目上動画撮ってるため、あ、オッケーオッケーオッケー。初手ポリ Z じゃなくてよかったわ。そう、初手ポリ Z にしたら、この対面で負けが確定してたんですよ。はい、負けが確定していたため、まあ、ここは、とりあえずオッケーかな。ここは、まあ、ムーンフォースを打つんですけど、ムーンフォース、まあ、ドリューズが来たところで、受け切れるかって言われたら受け切れないんですよ。はい、受け切れないはずなんで、これ、エナボ打つ?エナボ、いや、ムーンフォースじゃないと倒せないですね。ムーンフォースじゃないとウーラオス耐えてくる可能性あるんで、ここはムーンフォース打ちましょう。あと、メガネバレしたくないんで。トンボ返り、ダールだ。ハチマキかなこれ。
ハチマキな気がする。火力結構あるな。いや、火力ないか。こいつ B はそこまでないんでね。D は112ぐらいあったはずなんですけど、110何歩かあったんですけど、120や、1やったっけ ?121 か112かなんかそこら辺あったんですけど、B はね、70ちょいとかしかないはずなんで、ハチマキじゃないんかな?マリルリの方がもうちょっとダメージハチマキの時入ってた気がするんで、HP 実数値的にはマリルリとこいつあんまり変わらないんで、あ、ラプラス、オッケー。ラプラス、ムーンフォースで飛ばしてくれるかな?このね、アシュレードもうちょっと、結構入った。で、C ダウンも引いた。めちゃくちゃ強い。で、ここは、ムーンフォースで、いや、ダイマックス切って倒、いや、こいつ取っときて。取っときて、こいつ。取っときたいの山々なんですけど、まだ切れないんで、ここはムーンフォースっていきましょうか。で、ラプラス、これ同速かな?ラプラスの方が早いんかな?よくわかんないですけど、まあ、とりあえず、ラプラスの方が早かったらうざいっすね。うん、とりあえずうざいってだけなんで、まあなんとかなるんですけど、うん、ここ巨大戦慄ってくるかな?巨大戦慄されたらかなりしんどくなるんですけど、うちの構築。うん、あと、やったっけ?あ、オッケー、足で込め取れたのはでかい。ダメージ食らわずに突破できたんで大丈夫。で、ウーラウスが何してくるかなんですよね。まあ、ウーラウスが、こいつに向かってダイナックル打ってくることなくて、こいつ突破するためにはダイマックス切らないといけない。ダイナックルなら、一応ね、ポリツ耐えれるんで、ダイマックス、ダイナックル耐えて、で、ガラガラ展開でいいかなと思うんですけど、それじゃダメかな。いや、一応、多分それでいけるわ。ムーンフォースで、ここは削っていきましょう。メガネムーンフォースなんで、多分大丈夫。弱点保険だったらかなりしんどくなるんですけど、初手のウーラウスは、ひるませてきた、こいつ。やめろ、ひるむな。あっここダイマックス切って、いやー、切るか、これ。いや、ここムーンホース切りましょう。ムーンホース打っていきましょう。もうここは、アイアンヘッドレンダー。あー、ここダイマックス切って、いやー、ウーラウス切るかどうかっていうのが結構困ったんですけど、ここポリツーから入ります。インファイト打ってくるかな、これ。これは、スカーフな気がする。スカーフな気がするんですよね、こいつ。これどっちが上がるんだろう。ウーラウスの種族値全然知らないんでね。オッケー、C 上がったのはでかいな。で、ここはとりあえずトリックルーム貼っていきましょう。トンボ、いやーないわ。インファイト打ってこれるな、インファイトでこいつ死ぬんですよね。ハチマキなら 100% の確率で飛んでいくんで、今回 B ちょっとしか振ってないんですよ。本当にちょい。玉エースバの飛び膝蹴りを乱数で耐えるぐらい。乱数でギリ耐えれるぐらいなんで、乱数でワンチャン普通のインファイトなら耐えれる可能性あるんですけど、ダイナックルかこれ。いや、ダイナックルだったらありがたいんですけど、ダイナックルならまだありがたい。いける可能性が出てくる。ダイナックルライヤークを耐えるかやなぁ、ガラガラが。こいつ水と、いや、水。水か、こいつ。水ウラウスか。水ウラウスは結構きついぞ。ここはダイナックル。オッケー、ダイナックル。で、次、ここは耐える。これは耐える。確定で耐えるんですよ。ダイナックル確定台までは知ってるんで、確定台してくれて。で、次、トリックルーム打つ。で、ここはトライアタック打つしかないんで、トライアタック打っていきます。トライアタックが一番火力出るはずなんで、ここはトライアタックで削っていきましょう。で、どんぐらい入るかな、これ。いやー、ウーラウス B 高いもんな。うん、これ半分ぐらい削ってくれたらね、ガラガラで持っていける圏内に多分入るんですけど、トライアタック、どんぐらい入るんだ。やけど、やけど、オッケー、やけど、やけど引いた。焼けてくれた、アザス。やけど、アザス。よし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 。アザス、アザス、オッケー。やけどでけえ。気持ちが伝わったわ。気持ちが繋がった。オッケー。愛が伝わりましたね。うん、やっぱり私とポリゴン2の愛は違うわ。うん、桁が違います。で、ここはガラガラで、ポルターガイストダイマックスって削っていきましょうか。多分これ、ポルターガイストダイマックスで多分落とせないんですよね。ウーラオスっていうポケモン。落とせなかった気がするんですよね。ここは、押しミスしないようにしっかりダイフォローを打っていきましょう。で、ここは、多分、あいつスカーフウラウスやと思うけどな。スカーフやけん、ダイマックス切らないといけないって感じですね。で、アイアンヘッドもうちょっとハチマキなら入るはずなんで、まあ、多分スカーフ、多分スカーフ。タスキではないはず。タスキの立ち回りじゃなかったもん、あれは。タスキでアイアンヘッドレンダーないと思ったんで、まあ、とりあえずこれでいいかしらって感じ。ダイウォールを打ってこない。ダイフォローで倒せるかな、これ。倒せない気がするんですよね。あ、倒せた。強っ。
うん、ガラガラの火力をね、全然分かってないんでね。一応骨持っとったら、攻撃力2倍っていうなんかチート装備持ってるんで、まあ、かなり火力は出るんじゃないかなとは思うんですけど、こいつの火力はあんまり信用しないね、一戦目から。うん、ナットレもワンパンできないんじゃないかなって勝手に思ってますし、これジャックホドリューズとかだったら負ける可能性、ジャックホ癖、ジャックホ臭いんでここ大捕虜から入ります。ジャックホだった場合めんどくさいんで、ジャックホだった場合めんどくさいんで、ここは大捕虜から入ります。で、B 下げとけばね、次何打っても倒せますし、あ、タスキか。タスキドリューズか。タスキか。まあまあ、何打っても変わんなかったですね、ここ。うん、何打っても変わんなかったんで、地震耐える、地震確定台。OKOKOK、地震確定台。で、ここトリックルームまだあるんで、ここは大バーン打って、ターンエンドで、か、私の勝利ですね。はい、対戦ありがとうございました。OKOKOK。てかさ、ドリューズワンパンできるけん弱点保険警戒とかする必要なかったくね思ったけど、うん、なんで弱点保険警戒しないのよくわかんないっすね。まあ対戦ありがとうございました。じゃあオッケーオッケーオッケー、しっかり勝ちましたね。うん、まあガラガラとポリッツの耐久の高さがやっぱ強いよね。うん、タスキ持たせる必要もなくて、次一発ね削ってから裏に繋げれるってところが、まあこのポリッツの優秀なところやね。うん、でも A が上がっちゃって全然相手も倒せずこっちも倒してもらえないっていうなんか最低な条件が揃ってしまった場合、トリックルーム打つタイミングがめちゃくちゃ難しいんですよね。はい、そういうところを考えたらちょっと難しいかなとは思うんですけど、ポリッツ自爆技をね覚えていたらかなり強いんじゃないかなと思うんですけど、まあ再生入れてアタッカーとして全然使っていくっていうのもありなんでね。うん、トリル自己再生とかでアタッカーで、まあ最後死にかけん時に、まあ死んじゃったら死んじゃって裏のトリルエースに繋がっちゃったみたいな、ラッキーみたいな感じで戦っていくっていうのがやっぱり強いかなと思います。というとね、今回はポリツ&ガラガラ。はい、仲良し、みんな仲良しポリツ&ガラガラ、こいつは使ってったって感じですね。はい、こいつ相性感結構いいんですけど、ポリツのね、トリックルームのね、ターン調整っていうのがちょっとだけむずいんで、そこさえね、気をつければ、まあかなり強い構築にはなると思うんで、はい、皆さんもね、ぜひ使ってみてください。ということでね、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。また次回の動画で会いましょう。バイバイ。